日はですね、駒沢オリンピック公園に来てます。ここね、無料充電器が今急速がここと、あそこもテスラモデル3止まってますけど2台あって、その他に普通充電器が 1,2,3,4,5,6 すごいたくさんあるんですよ。で、まあ、ちょっとね、今あちらの白いモデル3のオーナーの方とお話ししてたら、ツイッターフォロワー同士だったんでちょっと話が弾んじゃったんですけど、こちらの急速充電器今のところまだ無料開放されているので、ちょっとね充電していきたいと思います。はい、充電始まりました。今だいたい16キロワットぐらい出てますね。まあ、早くはないんですけど、まあ、無料なので素晴らしいですね。グローブボックスを開けて、で今日なんですけど、今からですね、こちらの東京都の抵抗外駐車料金割引カード、これもうね期限切れちゃってる去年のやつなんで、これの新しいやつをもらいに行こうと思います。でちょっとね、ここの管理事務所が遠いんで、もしね動画見てここに来た方が場所がわかるようにカメラで撮りながら管理事務所まで行ってみたいと思います。はい、じゃあまず駐車場出てですね、こちら歩道を歩いていきます。でこちらの路地を入って下に降りていきます。はい、でこちらジョギングコースになってるんですけど、ずっと道沿いに歩いていきます。あ、道沿いじゃないですね、この道を横断して、こちらに階段があるので階段登ります。こちら地図で確認すると、今現在地がここなんですけど、ここずっと向こうまで行ってですね、公園管理事務所あそこにあります。はい、充電時間が終わるまでに帰ってこないといけないので急ぎます。今日は涼しくて気持ちいいですね。はい、こちら一般道路の脇のですね歩道を歩いてます。しばらく歩道を歩くと広いところに出るので、ここまっすぐ突っ切ります。はい、こちらめちゃくちゃ広い広場になってます。バスケットボールとかやってる人がいますね。ここをずっと突っ切って歩いていきます。はい、広場突っ切るとまた歩道になるので、さらにまっすぐ歩いていきます。結構遠いね。はい、そうするとこちらに公園管理所口という入り口があるので、ここを入ります。そしたら入り口入ってちょっと歩いたところに、左側の方に公園管理所があるので、こちらで、はい、着きました。こちら東京都の抵抗外の割引カード、これ期限切れになっちゃったので新しいやつをいただきたいと思ってきたんですけど、はい、あ、そっちですね。はい、わかりました。はい、どうもすいませんでした。はい、すいません、行く場所を間違えたようで、この抵抗外割引のカードをもらうのは公園管理事務所じゃなくて、駐車場に停めた敷地内に小さい小屋があるとのことで、そこでいただけるとのことでした。というわけで今から戻ります。すいません、動画見てくれた方、今来た道は間違いですので信用しないようにお願いします。これは間違えた悪い例だと思ってください。駐車場に戻ってきました。駐車場の敷地内の小さな小屋って言ったらどこだろう。あの一番奥の小屋ですね。あ、ちょうどですね、先ほど充電してた白のモデル3が出ていくところだったみたいです。はい、あちらの正面にある小屋がそうみたいですね。あそこで割引カードをもらえるみたいです。あ、すいません、こちらの抵抗外割引証の期限が切れちゃったので、はい、新しいやつをいただきたいなと思います。はいはい、今日お車で来られてますか。あ、そうです、今充電中です。車のチェックもしなきゃいけないんで、はいはい、車検証と。あ、今充電中向こうですね。はい、待っていただきます。実物を見る。青いやつ。実車の確認もしなきゃいけないということで、今充電中なので、管理事務所のお時間が自転車で今車を見に行きました。ちょっとしばらくここで待ちたいと思います。去年ね、日向公園でもらった時はそういうのなかったんですけど、結構厳格になったんですかね。はい、どうも。はい、というわけで無事に新しい割引カードいただけました。あ、よかった。
これで来年の3月末までは1時間割引で充電が無料でできます。東京都に感謝ですね。はい、じゃあこれから車に戻ります。はい、というわけで無事にですね、抵抗外低燃費車の駐車料金割引カードも手に入って、今充電も終わって一般駐車場の方に移動してきました。充電速度あんまり速くなかったから40キロぐらいしか入らなかったけど、まあそれでもね、かなり助かりますよね。はい、というわけで今回は駒沢オリンピック公園の無料充電器の紹介と、抵抗外車低燃費車の駐車料金割引カードの、ゲットの仕方を紹介しました。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。